ブル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 、毎回出ないです。SSS のノーマロンとテンションが、これちゃんホモでー、某ロンパケ YouTuber 風にしてもらっていいですか。ちょっと前にももかちゃんが質問募集して答えてるっていう動画を見たんですけれども、同じ時期にですね、私も質問コーナーね、久しぶりにやりたいなと思いまして、質問募集したんですね。でもやっぱりひろゆきさん流行ってから、めちゃめちゃ昔からひろゆきさんは流行ったけど、モノマネとかされるようになってからやるのは初なんですよ、あの番組で質問コーナーをね。なので、まあ、ちょっと寄せながら、論破とかはないんですけど、論破というか寄せながらちょっとやりたいなということで、マイクが入ってないマイクスタンドを2つ用意出しました。本来だったら2人だったらこっち側に座ってもらってやってるんですけれども、ひろゆきさん体制にしたかったのでこっち側に2人座ってます。もう一つのマイクはこちら、最近マイクスタンド買いました、重たいです。で、なんか喋りたいことがありましたら後ろの人はこれでお願いします。はーい。今回ですね、質問募集、中学2年生のほのぼのと高校3年生ののえのに何か質問ありますか、ここのコメント欄に書いてねっていうので募集したんですけれども、たくさんのね質問いただきました。全部で382件のコメントいただきました。ありがとうございます。今日ね、全部答えられるわけではないんだけれども、答えられなかった分も別の動画とかで答えられたらなと思ってますので、早速答えてくるんですけれども、私が答えて本さんが答えるときは席答えします。1問目、いちごミルクさん、ツッコミをお願いしていいですか。いちごミルクね。いちごミルクさん、どうやって肌を手入れしているか、肌綺麗で羨ましい。このような質問かなり多かったんですけども、実はノノたち肌キャラーみたいな。私これ答えたい。行くんですけれども、まあ、ですけれども次のようなから答えますと、まあ、どうやって肌のお手入れしてるかって言いますと、私はよく水クリームっていうのだけを使って化粧水とか乳液はしてないです。逆にいい化粧水とか乳液とかありましたら教えてほしいです。以上。どうやって肌を手入れしてるか、そこは今っていうよ。私はですね、スキンケアのものをコロコロ変える人間で、メイクとかもよくコロコロ変えるんですけど、薬用のをずっと使っちゃえばいいなって思いました。私、お母さんにですね、イハラの薬用の乳液みたいなのを買ってきてもらいまして、こんぐらいちっちゃいですね。で、それを使ってから地味に肌良くなって、他にはスキンケアっていうよりかはクレンジング、クレンジング、クレンジング、これマイク入ってないんで普通に喋ってもらって大丈夫ですか。え、普通に喋ってんだけど。クレンジングオイルを使ってるんですけど、シミが入っているデュオの安いバージョンを使ってて、それ使い始めてからなんか鼻の角質っていうのがニュルニュル出るようになって、私もともと出ない派だったんだけど、なんか肌が柔らかくなったなと思ったので、クレンジングにこだわったりしたらいいと思います。ということで1問目だったんですけれども、ほのぼののメイク系動画すごく好評なので、近々ねそういう動画もたくさんアップしていきますので、楽しみにしててください。ありがとうございます。肌綺麗って肌綺麗って思った方が綺麗になるっていうのはよく聞きますので、鏡を見て毎日私の肌綺麗だなって思いながら過ごしてください。続いて、いっすんさん、今ハマっている曲、音符音符音符。そうですね、今ハマってる曲ですから、ちょっと YouTube ミュージック見てみます。基本的に私たちは YouTube ミュージックで音楽を聴いてるんですけれども、サブスクあるあるだと思うんだけど、一つの曲から似た曲をたくさんこうカスタマイズしてくれるのよ。サブスクって多分そうだと思うんだけど、それでよく聴いてるから誰のどの曲っていうのは聴いてないんだけど、特定で聴いてるのは佐藤萌歌さんだったりとか、ちょっとこれ呼び方がわかんないんだけど、キキさん、キキビビリーみたいな、ごめんなさい本当に読み方わかんないけど声大好きで、あと西野さんとかよく聞いてるんですけれども、多分こういう今ハマっている、え、これさ多分大好き、毎日聞いてるだけれども、多分今ハマっている曲って聞いてくれる人かなり多かったんだけど、アイコンが大体ジャニーズだったんですね。はい、ジャニーズ行きましょう。私はですね、もう本当に今たくさんジャニーズの曲をね日々聴いているんですけれども、 CD レコっていうのでいつも CD 入れてて、このアプリ最近聴いた曲っていうのが見れるんですけれども、上から5個読んでいきます。一番上がセクシーゾーンのハニーハニー、2が平成ジャンプのジェスガイ、3がホワイトラブ聴いてる私で、4がシャッタージャンス、5がラストフォーエバー、平成ジャンプです。4つ平成ジャンプですね。私からは以上でございます。じゃあ、はい、私が最近ハマっている曲はですね、初音ミクとかそういうボカロ系も結構聴く感じ
ですね。私が最近ハマってるのはマグネットと右肩の蝶々。わかる。ここほら歌ってみ、マイカル。後悔は死ぬほど知ってる。え、知らない？ちょっと聞いたこと、私本当にボカロ聞かないからさ。あと二人の間、二人の間か。はい。あーなんかそのちょっとあの言葉にならないそんな感じだからもう黙ってる。二人の間でそのままでちょっとなんですよ。で次がドリームプレイシックっていう、ああ夢が覚めたらっていう曲と、あとはゲスの極み乙女さんのキラーボール、チャン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 、あとはショーモアさんの Now っていう曲、違います。あとはトーキングボックスワルツさん、それの5曲がいつも聴いてるので、髪おいなそうれ、聞けないです、もう聴きよ髪おいなそうれ、頑張ってください。もうやめて、ありがとうございます。じゃあ答えで、はい、続いてこれちょっと名前がね難しい、マリスノーマンの向井くんの詩絵文字だけ読めるんかい。服を買うときに気をつけていること、いつも見てます、これからも頑張ってこの、ありがとうございます。服を買うときに気をつけていること、そうですね、私は結構個性的なお洋服が大好きで、まあ、個性的っていうのはこういうね色に結構こうポイントがあるようなお洋服を着たりとかもするんですけれども、自分は形が変わったものが大好きで、気をつけるというか気をつけること、基本的にやっぱ自分が好きな服を一番着てるかもしれない。気をつけることか、パンツ見えないように黒パン履く。はい、私が服を買うときに気をつけていることは、自分の着たい服を着たいんですよ。時代とかの洋服は似合ってないんですけど、似合ってないけど自分の着たい服を着るっていうのですね。なので、あの自分最優先っていうのにしてます。続きまして、平成ジャンプで好きなコンビ、まあもちろん有岡くんとって考えると、まあでもね、伊能くんと有岡くんペアと、山田くんと有岡くんペアと、知念くんと有岡くんペアと、でも高木くんとの絡みもすごく好きなんですけど、難しいね。平成ジャンプで好きなコンビだもんね。どうしよう、悩む。これはですね、あのオタクにとってすごく難しい質問ですね。でも中学の時は伊能くんと有岡くん、周りも伊能みたいな言ってる時だったから、私もそこ注目して見てたし、なんか結構ペアとか組む時も伊能が多かったから目に入ってたけど、最近はなんかあんまペアとかなくなってるから分かんないけど、まあ、中学の時は伊能くんと有岡くんのペアが好きだったです。今はちょっと悩みますね、考えます。私はオタクとかじゃないんでパパって言えるんですけど有岡くんと山田くんのペアが好きなのと、平成ジャンプってかレオくんと知念くんの配信のコンビ、あーバリわかる、あれめっちゃ良かった。レオくんは平成ジャンプだから、レオくんだから、ゲームやってるレオくんだからレオくんと知念くん、もともと知念くんと山田くんのコンビめちゃくちゃ好きだったんだけど、のんちゃんが有岡くん有岡くん言うじゃん、山田くんがちょっと毒舌になって有岡くんにみたいなのがめちゃくちゃいいなと思った、わかる。オタク私最近またさ、ラジオめっちゃ聞いてるんだけど、高木くん大福くんもいいよね。いや、これはね、永遠に語れちゃう。じゃあ続いて、お互いの好きなところ、これすごく多かったんですけれども、そうです、私が気になったんですよ、これ普通に。私は、服が何でも似合う。マジで。それ好きなところなの？うん、羨ましいところ。全然さ、モノマネしてなくない？私たち、これでもよくない？喋ってる？よくない？これお洋服似合うところが大好きです。待って、好きなところ、私のたくさんあるでしょ。いらないって。好きなところ迫ってくるよ。自分を持ってるところ、どこら辺が、ちょっと詳しく聞いてる自分を持ってるところがいいなって思います。てか、どういうとこ、どこが、やっぱりなんか私って今やっぱ時代量産が流行ってるじゃないですか。だから時代量産やってるみたいな、そうだ、周りから思われてて、私も多分そうだなと思ってるんで自分で思っとんかい、思ってまして、なんか本当に、はい、すいません、今喋ってるんですけど、私ごめんなさい。マイノさんの場合は結構コメント欄でも書かれてて、自分持ってていいみたいな、前々個性強すぎてなんなんて思ってたけど、自分を貫き通してる感じで好きになったっていうコメントを見てて、だから自分の好きを突き通してるのがいいなって思いました。はい、
まあ、これはですね、本当にお互いの好きなところって書いてあるけど、でもやっぱお互い本当に系統が違うの、結構考えてることとかも違うので、だからこそほのちゃんはさっき言ったように流行りに敏感って言ったんだけれども、でも本当にそれは今やっているこういう YouTube であったりとか TikTok だったりとかは流行りっていうものをさ知ってるからいいなって思うし、今の時代やっぱり流行りに乗っていかないといけない時代だから、私は本当流行りに乗るのが苦手というか、調べているつもりなんだけれども、なかなかねちょっと入手できない BBA に近づいていってるんですけれども、ほのちゃんは流行りに敏感になっていただかないと困る存在なので、無事そこはネガティブではないと私は思っております。続いて、たくさんの質問をいただいたんですけれども、本当に8割ぐらいジャニーズだったんですね。ジャニーズ編とかに分ければよかったね。続いて、小さい頃の思い出で一番印象に残っていることは何ですか？そうね、一番印象に残っていること、なんだろうな、大学を選ぶときにやっぱりその過去を振り返って自分が何やりたいかっていうのをいろいろね探ってたんだけれども、その中で私芸術系の学部にしたんですけれども、それはちっちゃい時から物とか作るの大好きだったりとか、絵描くのはそんなに好きじゃなかったと思うんだけれども、物はめっちゃ作ってたの。なんかクレーンゲーム作ったりとか、ちっちゃい時から段ボールでなんかいろんなもの作ってたなっていうのを思い出してたんで、一番印象に残ってるのは、今はもう残ってないけど段ボールでよくなんかいろんなもの作ってたっていうのが一番印象に残ってます。具体的に思い出せないんだけど、あとは私が幼稚園行ってる時におばあちゃんと当日券でディズニーに行ってた時、すっごいショックだったの覚えてる。行ってた、行ってた。何がショックだったっけ、白サイズにもんちゃんとおばあちゃんが2人でディズニーに行ってた。ああ、それもあるです。子供2人だとさ、小さすぎたらさ、そうだね、だから1人ずつ行くみたいな。おばあちゃんち泊まった日とか、明日どうするみたいなおばあちゃん話してると、じゃあディズニー行っちゃうみたいな感じで行ってたのよ、本当に。今じゃ考えられないけど、そう。だから結構ディズニー行ってたよね、うん、ちっちゃい頃の方が結構それかもしれない。よくディズニー行ってた。小さい頃の思い出は、肌が綺麗だったことです。じゃあ続いて、チャリの今持っている中で一番お気に入りのグッズは？そう、そう、そう、言えないじゃん。確かに。え、グッズっていろんなものがありますか？これ似たような質問がありまして、今までのジャニーズのグッズの中でどれが一番お気に入りですかっていうのがあるので、じゃあちょっと私とほのちゃんで今からジャニーズのグッズ一番いいもの持ってきます。はい、持ってきました。私はちょっと一つとか無理だったんで、いっぱい持ってきちゃったんですけど、やっぱ一番最初にジャニーズ好きになって買って買ったものはこれ、うちわ。これは本当に神。いや、一番最初に買ったうちわ持ってきてよ。本当だよね。一番最初に買ったうちわは何だろうな、アルコくんだよ。なんかでもやっぱりうちわ買うっていうのは本当にジャニーズのファンになったっていう謎の気持ちになれる。友達もジャニーズハマる前、うちわ持っちゃったらジャニオタだよねっていう話をしてて、で、まあ、ジャニオタになってうちわ持ったんですけど、これが家にあるとちょっとヤバいわみたいな言ってて、確かにと思いました。やっぱジャンボうちわはほんとジャニーズだなっていう感じがします。次に嬉しいのはこれ、ハンガー。結構ジュニアはハンガーたくさん出てたりとか、ジュニアだよねハンガーは。このハンガーはオタ活するときに超映える。うちわの次に嬉しいです。ぜひよければまた新しいの平成ジャンプ更新していただきたいです。と、とって言って。やっぱりアクスタ。アクリルスタンドはオタ活でマジでありがたい商品。これぐらいのサイズだからカバンに全然入るし、でも折れちゃったら怖いんだけど。何も買ってないの？買ってないです。アクスタ高いんで、平成ジャンプ。2000円ぐらいしました。私もね、前までは心配性だったから外に持っていくものは2個必要だったんですけど、そんなことはもうしません。1個で。あとラスト。これはほのちゃんと一緒です。せーの。ででん。キュープでございます。最初にね、キュープ買ったのはね、知念くんだけだったんだけどね。そう、埼玉スーパーアリーナのグッズ販売。え、東京ドームじゃなかったっけ？そう、だから埼玉スーパーアリーナの、あ、違うよ、これは東京ドームで、で2回行ったんだよ。そう、2回行ったから、一番最初は私このサボネだけ、サボネだけだったんだけど、次行ったのがもんちゃんの友達と一緒に行った時に、ラブくんと伊野くんを買いました。ブンブンと伊野テリオ。え、なっちょっと好きなの。それで、なんかのんちゃんが他のメンバーをみんな買ってたの。そう。だからそのうちが選ぶ3人以外を買ってて、あと少し買えば全員揃うねっていうことで全部買いました。でも本当にキュープはこれ以降グッズ化されてないから、うん、キュープされてほしいよね。マジでしてほしい。あの、本当にお願いだから、もう一匹、もうちょっと大きなぬいぐるみが欲しいでございます。だから多分ね、これは平成ちゃん
ップを好きじゃなくても欲しくなるもんね。可愛いよね。可愛い。ジャンプファン以外の方もゲットできるような形で販売してほしいですね。可愛い。では続いてコスメのブランドで何が好きか。コスメブランドで好きなのは私はメイベリンとエクシーとクリオ。シザンヌです。お、はい、いや、どこら辺が好きなの？シザンヌ。シザンヌ安い、コスパ良し。続いてほのちゃんはいつから受験勉強を始める予定ですか。え、これを私が聞きたくて選抜しました。こんな質問来てたんですか。はい、ほのちゃんはいつから受験勉強を始める予定ですか。いつから受験勉強を始める予定ですか。予定だけお願いします。予定はないです。バカじゃない。次の期末テスト頑張ります。はい、頑張ってください。昨年末か。今いい言葉聞こえました。焦りがないもん、そういう、うん、アウトアウト。はい、ということでちょっと動画の途中なんですけれども、盛り上がりすぎましてちょっと長くなってしまったので、この続きは後編になります。てるてるポーズかなんかですかノルディ。後編はですね、今回もジャンプで盛り上がったんですけど、やっぱですね、質問の中で推しが多かったのがあって、推し多めの会話になってたんですけれども、超盛り上がってますので、グッドボタン、チャンネル登録してお待ちくださいませ。本当にたくさんの質問、ほのぼのも全部読ませていただきまして、たくさん答えたいなっていう質問あったんですけど、今回はのえのんがチョイスした20問ですか。そう、20問に答えたんですけど、いただいた質問これからも別の機会で答えられたらなって思ってるので、ぜひね、皆さんまだ書き込んでない方も書き込んでみてください、はい、質問コーナーかなり好評だと思うので、まだアップしてないのわかんないですけど、定期的にやっていきたいと思いますので、のえのんとほのぼのへの質問考えてください。ということで後編でお会いしましょう。キャイバイバイちゃん。低くなり響く音透明